ルボックス PR99M2-14 インチ幅テープレコーダーバス不正7インチ系リールテープの箱1960年代の家庭向け5インチにトラックモノラル機はテープを巻いたリールが単体で存在する形態を言うカートリッジにリールが内蔵され直接リールに触らずに操作できる方式と対称して用いるレトロニムである その種のテープを使って録音する方の記録再生装置をオープンリール式記録再生装置、またはそのテープメディアをオープンリール式テープという。機器、テープを含め略してオープンとだけ呼ばれることもある。英語圏ではリールとリール、ヨーロッパ圏ではトーンバンドと呼ぶことが多い。カートリッジ方式と異なり、リールが剥き出しになっており、利用者が 直接リールからテープを引き出して録音再生機に装着あるいは脱着する。記録媒体であるテープと記録信号を操縦するヘッド部分が使用空間中にオープンであることから埃の影響を受けやすく使用環境や取り扱い方が録音や再生に影響し音質が変わってしまうことがあり得る点が使用上の注意点である。リールに巻き取られたテープを 記録装置に装着し、記録、再生用のヘッドや、テープ送り機構を経由して巻き取り側のリールに巻き付けてからでないと使えない。普通テープを取り外すときは、テープをすべて巻き戻してから取り外す。カセット型やカートリッジ型に比べて、取り扱いが煩雑である。一方で、高速、大容量の記録ができるため音質、画質に優れ、 コンピュータ用ではより多くのデータを扱うことができた。またオーディオ用アナログテープにおいては音源の頭出しがわかりやすくテープを直接切ってつなぐ編集が容易であるなど操作性に優れていた。1960年代のコンパクトカセット普及以前には家庭内における簡易な録音機として2トラック1チャンネルものなる機がある程度普及していた。また レコードと同じように音楽録音を収録したパッケージメディアとしても1970年代までは販売が行われ、レコードよりも高音質な音楽ソフトとして愛好されていた。これらは数年閉存期を経てカセットテープにとって変わられる。記録機器としては音声用、映像用、コンピュータ用、データレコーダー、アナログ信号を記録するための計測用データロガー等がある。 消費者用途では、音声用は九百七十年代にはカセットテープが主流になり、映像用、コンピュータ用は九百八十年代に当初よりカセットタイプが主流であった。業務用では品質の観点からオープンディールが使用されてきたが、それでも九百九十年代に入るとカセット式やカートリッジ式のテープメディアに置き換えられ、二千年代に差し掛かる頃には、 ディスク装置の高密度化と価格低下も加わり、現在ではほとんど使われなくなっている。プロ向け音声用オープンディールは、ソニーと三菱のデジタルレコーダーが最後の機器として、世界中の録音スタジオで使われた。なお、NHK の公開番組において、歌手が歌う際カラオケ用の音源として、2007年、現在もオープンディールが使用されているケースがある。 動作が見えて分かりやすいので、スタートの確認がしやすいというのが一つの理由であるにて、宮川康夫の発言より、手で操作できる点から、ビートルズは、1960年代後半にテープ逆回転という当時は、現代音楽の電子音楽におけるアバンギャルドなテクニックであったものを、ポピュラー音楽のヒット曲に盛り込み、これが一般にも知られるようになった。 コンピュータ利用でのデジタル音楽でも使用されて、今に至る逆再生のテクニックである。2インチ幅のオープンリールテープ幅1、4インチ直径7インチのオープンリールテープと空リールテープレコーダーにセットしたところ、プロ仕様のオープンリールオーディオテープレコーダー、テープ幅には1、4インチ、1、2インチ、1インチ、2インチがある。 テープは幅約 6mm のものが家庭用でも業務用で一般的であり業務用録音機はしばしば 6mm と呼称される1、2インチ幅以上のテープは主にマルチトラック録音用に使用されている記録は固定ヘッドにより長手方向に行われる方式でトラック数が複数存在したトラック幅はナブあるいはディンにより規格化されているその他 業務用途では、他チャンネルのマルチトラックレコーダーもあり、幅広テープを使用している。テープの走行スピードが4 7 5 c m 秒、9 5 c m 秒、1 9 c m 秒、3 8 c m 秒、7 6 c m 秒と、いずれもコンパクトカセットのスピードよりも速く、またトラック幅も広いため、その分音質が良い。また、 テープ長が長いため、走行スピードを落とせば、かなりの長時間録音が可能である。しかし、テープの大きさが5インチ、7インチ、10インチ、12インチ、14インチと、記録時間に比例して、大きくなる。また、テープの厚みによっても、最大録音時間が変わる。厚み 50M が、標準で35メートルでは、録音時間が1.5倍、25メートルでは2倍。 18メートルでは3倍となる。テープのベースフィルム材質が改良された後は35メートルテープが実用上十分な強度を持つようになり、タフさが求められるプロ用途では50メートルテープが好んで用いられるが、民生用では35メートルテープが標準的に用いられ、25M および 18M は特に長時間録音が必要な用途に用いられる。 1970年代初期まで50メートルテープには独特の匂いを発するアセテートが使われていた。薄いテープは同じサイズのリールで長いテープ長を巻くことができる長所があるが、その反面機械的強度が低く、適理編集での作業性が良くない、転写が大きい、などという短所がある。また、薄いテープでは磁性体操も薄くなるので、 中引く音域での感度及び最大出力が低下する。一方、高音域は、自生体表面近くにしか記録されないので、自生体層の厚さの影響を受けにくく、薄いテープでは、周波数特性が高音域で、相対的に上昇する傾向がある。PCM デジタル録音が開発、普及されるまでは、レコード用の音源録音は、基本的に、 アナログオープンリール方式で行われた。ちなみに、初期のデジタル録音では、オープンリールの2インチビデオテープレコーダーが用いられた。デジタル記録固定ヘッドオープンリール方式ではなどがある。最近では、家庭ではほとんど使われておらず、業務用も過去の録音素材を再生する用途が主体である。放送用 VTR としては、初期の4ヘッド VTR から、 1980年代から使われた1インチ C フォーマット VTR 等がある。家庭用には、1960年代後半から70年代前半に、かけて1、2インチのものが存在したが、高価だったことなどから家庭にはほとんど普及せず、工業用、あるいは学校等の教育現場用として利用された。家庭用には、後にカセット方式の VTR が普及することになる。 また、初期のハイビジョン用 VTR も1インチオープンリール型である。コンピュータ用オープンテープ装置1、2インチ級トラックの磁気テープ記録装置がメインフレームやミニコンピュータの標準的な補助記憶装置として1960年代から1990年頃まで用いられた。2012年現在でも一部メーカーによってオープンテープ装置、 オープン MT ともに製造されている。テープの長さとしては、最大の2400フィートをはじめ1200フィート、600フィートがあり、記録密度として 800BPI、1600BPI、6250BPI 等があった。大型の装置は、テープの冒頭部分を供給リールから巻き取り、リールに自動的に巻き込むオートスレッディング機構を備え、 運用性を改善していた。バックマイナス十1 1 7 8 0やバックイナス十一1 1 7 3 2 b s d 4 2が動いていた頃、バックアップデバイスとして使用されていた。装置にセットするテープの長さを記憶しておき、バックアップ時に利用するダンプコマンドのマイナス、-S オプションにその長さを指定する必要があった。長さを間違ってセットしたテープよりも長く指定して、 しまうとテープが全部片方に巻き取られてしまい、装置が巻き戻しできる程度ま人間がテープを巻き取り直さねばならなかった。ダンプコマンドの説明にはやや控えめに指定することをお勧めしますとある。コンピュータ用磁器テープは今でも過去に作成したデータを読む必要性からオープンリール方式の装置を保持している場合もあるが、 現在、大容量のバックアップなどに使われているものは、密閉された容器に入ったカセット方式となっている。代表的な方式として、例えば、デジタルリニアテープや、リニアテープオープンなどがある。ありがとうございます。